滝中学校、高等学校は、愛知県港南市、東の城野町米屋にある私立中学校、高等学校。中学、高校ともに、男女共学である。中高一貫教育を実施するが、高校からの入学者も一部受け入れる。ほとんどの教員が、中高療法の授業を担当しており、中学から高校まで一貫した指導を、中学一年次から行っている。 船木和夫のヒット曲、高校3年生にちなんだ、主演映画、高校3年生のロケが行われた学校である。愛知県小牧市に本社を置く食料品製造業の、タッキーフーズ株式会社は、タキ実業高等学校の農業化を分離し、設立されたものである。100年近くの歴史を持ち、中部地方で1、2を争うほどの名門校である。 1926年に創業。創業者の滝信次郎は、名古屋の繊維問屋の四、男として生まれた。本来は、当時の家制度からして、長男が後を継ぐはずだが、幼い頃から勉学に優れていた信次郎は、父の平門によって開かれた親戚の会議で後継ぎとすることに決まった。明治38年に家督を継いだ。その後、蒲氷における、観光業等、 様々な事業を手掛ける。信ぶ郎は、その後、青少年の教育を重要と考えるようになり、大正4年に、私立図書館である滝文庫を設立する。その後、住民の強い要望や、信ぶ郎自身の強い思いから、大正14年に滝実業学校を開校した。大正14年9月23日の名古屋新聞には、校舎は縦壺約1500壺。 本校舎は、鉄筋コンクリート2階建てその他に、公道、作業室があるほか、敷地は1万千余り坪、付近には、用水が流れ、農業実習地は2千坪もあると記されている。開校当時としては、鉄筋コンクリート作りの校舎は、非常に珍しく、集まった、莫大な寄付金を使って、高品質な設備を揃え、月謝を2円に設定した。 入学にはほぼ予定通りの人数が集まった。昭和2年に陸軍大演習が付近で行われた際には、官員の宮殿下の仮宿所として、滝本宅が割り当てられた。その邸宅は壮観なものだったという。当時は、生徒が教員の授業を批評するという授業批評会が開かれ、生徒と教員が互いに研磨できるような環境が整えられていた。世界教皇の際には、 学校の潤沢な資金もあって、特に問題なく乗り越えることができた。昭和11年には、滝屋より、朝鮮半島のリンゴ園が寄付され、その収益は学園に組み込まれた。信志郎は、朝鮮半島にも進出し、募集者を募って、朝鮮半島に送り出していた。テンプレート、この校には、過失が望まれます毎年9月に、長月祭りと呼ばれる、学園祭が開催される。 二日間の文化祭と二日間の体育祭で構成される。1991年は、雨上がり決死隊良い子た一組、2004年は、川島愛、2005年にはミ、美2006年には、アンダーグラフ、2007年には、鬼太鼓座、2008年には、175R がゲストとして、ライブを行っている。 2004年までは所属生徒とその家族らのみを対象とした公開だったが2005年には初のチケット制による一般対外公開が行われた2011年には東京0山 t k o カルテットミチャコ OSU など多数のゲストが招かれたなお2012年から2年間試験的に招待券制度を廃止している2020年度は 新型コロナウイルス感染拡大のため、学園祭は中止となった。2002年度から、学校5日制の実施に伴い、新たな教育フィールドとして設けられた。年8回実施される。このほか、毎年4月には、土曜講座記念講演会が、江南市民会館で実施される。これまでに、ジェローム・アイザック・フリードマン、宮川・茂ュ梅原・武氏シ、リエ 西藤高、森永拓郎、小柴正俊、養老武、天野博士らが講演した。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大のため茂木健一郎の講演が予定されていたが中止となった。一部高校のみの部活動もあり、基本的に中高別で活動している。中学1年、高校1年は部活動への登録が必須とされている。また、 基本朝練は禁止。土日の活動も株式会社滝教育研究所に委託しており、教職員の働き方改革の実現に向けて動いている。高等学校の家庭及び学科は次の通り。滝学園本館滝学園行動滝学園図書館。滝学園本館は、1926年に滝実業学校の開校に合わせて建設されたもので、鉄筋コンクリート作り。 二階建て。設計は、村瀬国之助、志向安藤建設が担当。行動は、1933年に建設されたもので、鉄筋コンクリート作り、屋根鉄骨トラス組、一部二階建て。設計は、本館と同様に、村瀬国之助が担当した。行動は、学校行事による、利用のほか、放課後には、演劇部によって使用されている。 二千十一年には、本館、行動ともに、国土の歴史的景観に寄与しているものとして、国の登録有形文化財に登録された。二千二十一年現在、行動は、天井の漆喰の放落のため利用できない。例年、地元の名古屋大学や名古屋工業大学を目指す、学生が多いが、東京大学、京都大学、大阪大学、慶応義塾大学、早稲田大学、 東京理科大学、明治大学といった、市中部圏の大学への進学者も一定数排出している。例年多くの生徒が医学部に進学する。教諭が女子生徒にわいせつな行為を行ったため、懲戒免職とされた。ありがとうございます。